エイムズ -74 は、ルーマニアが独自に改良を加えた a 七7 4の派生型である。エイムズ -74 とは輸出用の商品名であり、ルーマニア軍では、プスカオタマタモデル1986の正式名が与えられている。エイムズ -74 を装備したルーマニア軍兵士。アメリカ海兵隊の基地で行われた、待望と訓練での撮影で、 重工には空砲用アダプターが装着されているエイムズ -74 は重傷は東ドイツ製の PKMS-72 と同型の右側面を折りたたみ式重傷を装備している他ルーマニア製 AK に特有の垂直フォアグリップも装備しているソ連や東欧諸国製の AK-74 と比較してみると重心から ガスピストンシリンダーに発射ガスを送り込むガスポートの角度が AK-74K で一般的な90度ではなく AK-47 やアカムで一般的な45度であるという点や AK-47 アカム用マガジンと同様のリブ付金属製マガジンのみが製造され AK-74K で一般的なプラスチック製マガジンを生産していないなど AK-47 カム系の特徴を比較的色濃く残している。しかし内部機構では AK 系としては珍しく3点バースト連射機構を追加しており、レシーバー右側面のセレクターは上から順にフルオート3点バースト、セミオートのポジションとなる。AIMS-74 には AIM と同様重心とガスピストーンを短縮化して、 重厚部分に独自形状のフラッシュサプレッサーを装着したカービンモデルも生産されている。東ドイツ製 NPKMS-74 やポーランド製 KBKWZ-1988 タンタル・ブルガリア製 AK-74 アカムが開発された際に 7.62EX39mm 弾用のプラスチック製マガジンも登場した AKK で、 同様に3点バースト機構を持つのは、イズマッシュ社の AK-107-108 とポーランド製の KBKWZ-1988 タンタルと、その後継である KBSWZ-1996 ベリルが、 知られている h t t p f i r e a r m s w r l d n e t r o m a n i a r o m a k i 7 4 h t m ありがとうございます。